もうなんとかいかねえ。いらっしゃるくせに、いらっしゃるくせに。こりゃな、すっげえ会社で働いてるエレウトなんだぞ。はあ、知ってたよ。え、知ってたって。スカットライン。俺の名前はヒロシ。これまで親の都合で海外で生活していましたが、先日日本に帰国し、ここスカト高校に転入することになりました。はじめまして、僕の名前は大平ヒロシです。まだ日本に慣れてなくて、でも皆さんとお友達になりたいです。俺はまだ日本の生活に慣れておらず、日本語も少しばかり不自由でした。ですが日本は俺の故郷、充実した日々が待っていると確信していたのですが。おい、ヒロシ。君たちはマウントリオくんと小判月斗くんだっけ？何かな？お前、今日の日本史の小テスト何点だって？え、40点だけど。でっせー、俺の点数はね、なんと90点だぞ。すんごいだろ。そうなんだ。それはすごいね。すごいなー、じゃねえよ、まったく。勝負に負けた罰として、学食でクリームパンとイチゴミルク買ってこい。え、そんな勝負してなかったよね。うるせえ、ええから言ってこいよ。トリオに逆らうといい対面見るぞ。ヒロシくん。あ、君はユミはリアさんだっけ？どうしたの？どうしたのじゃないよ。さっきトリオくんにいろいろ言われていたじゃない。大丈夫なの？なあ、あれくらい全然大丈夫。もしかして今から学食であいつらのパンとジュース買ってくるの？まさか。適当に時間を潰したら教室に戻るよ。売り切れてたってことにしておけば大丈夫でしょ。そうならいいんだけど、でもあいつらほんとひどいよね。私見てらんないよ。ありがとう、ゆみわさん。でも俺は本当に大丈夫だから。何かあったらいつでも言ってね。私でよければ力になるから。あいつ海外から来たヒロシ君に嫉妬してるんだよ。え、そうなの？だってね、ヒロシ君が転入してくる前も。アローハー。日本に戻ってくるの1週間ぶりだぜ。トリオまた海外に行ってたの？ああ、そうだと思う。今回はハワイだぜ。うらやましいだろ。いいな、さすが社長の息子は違うね。ま、月に一度くらいは海外に行かなきゃ。イングリッシュの発音もなまっちまうからな。現地にトラベルをするのはインポタントってわけ。おお、これが本場の発音か。お前らも海外経験はしておけよ。なんだったら次の長期休みにパパに頼んでヨーロッパとか連れてってやろうか。え、マジで？うちのパパに頼めばどうってことないっす。なんだってうちは超金持ちだからね。ユミワさんもよかったら一緒にどうだい？私はいいわよ。なんてしなくていいんだよ。ま、行きたくなっただけはいつでもあれに行ってね。うん、考えとくね。いつもいつも自慢ばっかりしてほんと呆れちゃうみたいな感じでさ、トリオくんっていつも自慢ばっかり。親の金で海外行って、それの何が偉いんだか。トリオくんにべったりの月斗くんもさ、結局トリオくんが社長の息子だから一緒にいるだけなんだよ。そうなんだね。はい、ヒロシ、お前、俺のパンとジュースは出したんだよ。まあ、どっちも売り切れで。そんなわけないだろ。お前貧乏人だからってケチなことしてんじゃねえぞ。帰国子女だかなんだか知んねえけど、お前なんかより俺の方がよっぽどすごいんだからね。まあ、分かったって。ヒロシも今のうちにトリオと仲良くなっとかないと、後で痛い目見るのは自分なんだからな。そうだ、次は国語の小テストで勝負しようぜ。勝負はもういいよ。なんだお前、ビビってんのか？そうじゃないけど。だったら決まりだな。まあ、ヒロシは帰国子女のくせに頭が悪いから、どうせトリオには勝てないだろうけどね。この後も彼は断ることに勝負を仕掛けてきたのですが、この頃の俺は漢字があまり読めず、そんな状態でのペーパーテストはあまりにも不利でした。彼もそれが分かった上で俺に勝負を仕掛けてきたのでしょう。
そうして月日は流れ、とうとう卒業式の日がやってきました。ついに俺たちも卒業だね。なんかあっという間だった気がする。まさか弓輪さんと同じ大学に行くことになるとはね。大学に行ってもよろしくだね。あのさ、この際だからね。ん？何？私のこと名前で呼んでくれない？え、リアさんってこと？なんなら呼び捨ててもいいけど。リア？なんか照れるね。大学に行ってもよろしくね、ヒロシ君。なんか君とは長い付き合いになる気がするんだ。ヒロシ君。トリオ君、何か言いよう？もうお前と会えないなんて寂しくってさ、最後におしゃべりしようと思って。そうだね。まあ3年になってクラスも別々になったし、話すくらいならいいけど。そういえばお前どこの大学に行くんだよ。ま、どうせお前の学力じゃエフラン大学しか受からないだろうから、学科名聞いてもわからねえか。君は出会った頃から本当に変わらないね。あ、なんだって？まあいいや、俺はね、なんとあの西欧大学に行くんだぜ。ヒロシでも知ってるような超有名私立大学だ。そうだ、すごいだろ。そうだね、すごいすごい。なんだよそのしけた反応は。だからで、リアちゃんはどこの大学に行くのかな？あなたには教えないわ。もうそんな釣れないこと言わずにさ、教えてよね、お願い。教えないったら教えない。そろそろ式が始まるから自分のクラスに戻った方がいいよ。おっと、それじゃリアちゃん、また後で。はぁ、まったく、あいつは変わらないわね。お互いトリオくんには困ったものだね。本当よ。ま、今日で二度と会わなくて済むのかと思うとせいせいするけどね。その後、卒業式は無事に終了しました。大学に行っても俺とリアの関係は順調で、順風満帆な日々を送っていました。しかし10年の時を経て、またもやあの男に悩まされることになるなんて。いや、ようやく到着だな。まさか転校生だった俺に高校の同窓会の誘いがあるとはね。彼に会うのは気が引けるけど、もう随分経ったしな。あいつも少しは改心していることだろう。それよりも今日はみんなとは久しぶりに会うんだ。楽しむぞ。お、リア、先についてたんだね。うん、ヒロシも迷わず来れたみたいだね。それにしても久しぶりにみんなと会えるなんてワクワクしちゃうよね。うん、懐かしい顔ぶれでなんだかあの頃を思い出しちゃうよ。今日は俺のことは気にしなくていいから、リアも久しぶりの友達と話しておいで。そうさせてもらう。ヒロシも楽しんでね。そうして俺は同級生たちと充実した時間を過ごしていました。すると、おやおや、その冴えない顔は。げ、嫌な予感。ああ、やっぱりヒロシじゃないか。久しぶりに会っても相変わらずしけた面してまんな。いや、トリオくん、久しぶりだね。俺はずっと会いたかったんだぜ。なんたってお前は優秀な俺と違って無名大学に行っちまったからな。そんな世界がまるで違うし、高校卒業以来接点なかったもんな。そうだね。なんだろう、言い方がちょっと気になるけど、でも久しぶりに会ったんだし仲良くしないと。だよな。トリオくんは元気だった？なんだか高級そうな腕時計もつけてて、随分と羽振りがいいみたいだけど。お前じゃ一生かかっても買えないような代物なんだぜ。どうだ、すごいだろ。トリオくん全然変わってないんだな。相変わらず調子良さそうだね。もちろんよ。ほら、昔から優秀だから、ハイパー優秀な会社に入ってバリバリ稼いでるぜ。それはすごいね、さすが。生まれた瞬間からこうなるってことは決まってたからな。で、お前はどうなんだよ。どうって何が？何がじゃねえよ、仕事だよ、仕事。
ま、どうせお前の学力じゃ大した仕事もしてないか。高校の時いっつも俺より成績悪かったもんな。あの頃はそうだったね。まあ今日は飲もうぜ。俺に付き合えよ。10年ぶりに会ったというのに彼の性格は全く変わっていませんでした。これからもトリオくんの自慢話ばかり聞かされて正直うんざりしていました。おいヒロシ、酒持ってこい。ねえ、ちょっとお酒のペース早くない？うぇ、これが俺のペースなんだよ。うそうだそうだ、ヒロシこそもっと飲めよ。うっけ。いやいや、二人とも完全に酔ってるじゃん。俺水持ってくるよ。はい、ヒロシ。え、なに？一発ギャグしろ。はい。それいいね、とびきりに面白いやつな。そんな急に言われても無理だよ。なんだよつまんねえやつら。ねえ、さっさと酒持ってくい。あ、得意もんもな。お酒はもうダメだよ。俺の言うことが聞いてないってのか。ああ、ちょっと何やってるの。ああ、ほら早く掃除しないと。うるせえ、そんなのお前が悪い。むちゃくちゃだよ、いくらなんでも飲みすぎだって。俺スタッフさんに行ってくるから、あと水も持ってくるから二人は休んでてね。俺に三人でしろな、そのつべぼよしが。なんで俺があいつらの面倒を見なきゃならないんだよ。その後もトリオくんを中心とした悪酔いした数名が飲むわ騒ぐわ暴れるわで場内は混沌としてしまいました。げ、嫌な予感。そこにいるのは愛しのルイちゃん。いや、久しぶり。超美人になってるじゃん。トリオくん、すでに出来上がってるみたいだけど、もうお酒はやめときなよ。いや、じゃあまで俺に説教。やめしてよ、俺は稼いでるからいいんだよ。あなたが稼いでるとか知らないけど、会場のスタッフさんに迷惑かけないように。大丈夫大丈夫、俺エリートだから。そんなことより、やちゃんは今彼氏とかいるの？はぁ、あ、何よ急に。この頃俺と付き合わなかったことを後悔してるんじゃないの？してないし、これっぽっちもね。でも照れちゃってかわいいんだから。ねえねえ、今付き合ってあげようか。俺ちょうどフリーになったばっかでさ。まあ彼女いてもリアちゃんなら付き合ってあげるけどね。はあ、誰があんたなんかと。バッカじゃないの。それに私もう結婚してますから。どうぞ、リアちゃんはもう結婚してるから、俺とは付き合えないんだよね。嘘、マジかよ。マジよ。いつ結婚なんてしたんだよ。俺に黙って結婚なんかしてずるいじゃん。なんであなたにわざわざ言わなきゃいけないのよ。大学卒業と同時に籍を入れたの。一体誰と結婚したんだよ。リアン、どうかした？ヒロシ、いや、ちょっとこの人に絡まれて。はあ、また君か。なんだよ、ヒロシには関係ないだろ。いいや、関係なくないわ。うちの妻に何か用かな、トリオくん。ってことは、お前ら、まさか。どうも、私、大広リアと申します。ちょっとリア、声が大きいって。まだ知らない人もいるんだから。あら、姉ちゃんほどいいじゃない。
皆さん、私たち夫婦しちゃってます。ちょっとディアさん、結構飲んだでしょ。どんだけ飲んだか忘れちゃった。ちょっと連れて帰ってね、ダーリン。まったく、おりゃあ、なに、あらさまの前でイチャイチャしてやがる。あら、トリオくん嫉妬かしら。でもごめんなさい、私人妻なの。こんな貧乏人と結婚とか、リアちゃんやばいって。いい暮らしできてないでしょ。今からでも遅くないから俺にしときなよ。俺罰の1個や2個全然気にしないから。俺なんかこの世には200以上罰がついてるやつもいるって聞くし。ちょっと何言ってるかわからない。いやいや、そんなやついるわけないじゃん。いたら会ってみたいけどね。ヒロシなんかがリアちゃんを幸せにできるわけない。なら年収1000万超えだから、リアちゃんのことを必ず幸せにするから。余計なお世話だよ。それに、あー、もうなんとかいかねえ。リアちゃんくせに、リアちゃんくせに。ちょっとあまり暴れるなよ。黙れ。なあ、リモニがエリート様に触るんじゃねえ。俺はな、すっげえ会社で働いてるエリートなんだぞ。今の会社とかどうだっていいだろう。よくない、おとなしく聞け。俺様はね、あのスケートソフトで働いてるんだ。どうだ、俺の会社名聞いて驚いてだろ。はあ、知ってたよ。え、知ってたって。おい、フロシ、わけのわかんないこと言ってじゃねえぞ。だから君がスケートソフトの社員だってことは知ってるよ。どこの支社だっけ。おぉ、どこの支社とかヒロシには関係ないだろ。関係なくないよ。だってそこは、それは私が説明するわ。ミアちゃん、どうして君は。どうしてって、ヒロシのことを私が一番近くで見てきたからよ。ヒロシがあんたよりすごい人だってことよく知ってるから。え？いい？ヒロシは頭が悪くもなければ貧乏人でもないわよ。ヒロシの頭が悪いのは事実だろ。高校の時俺よりも成績悪かったじゃん。高校の頃成績が良くなかったのは、帰国子女のヒロシがまだ日本語に慣れていなかっただけで、大学に行ってからのヒロシは超優秀だったんだから。嘘だ。いいえ、事実よ。それに今はお金だってたくさん稼いでいるわ。あんたなんかより年収も何倍だってあるんだから。嘘ばっか言うなよ。じゃあ何の仕事してるか教えてみろよ。ヒロシはね、今社長やっているの。ヒロシが社長だと。いや、じゃあさすがにその嘘はバレバレだって。本当だよ。大学の時に立ち上げた事業がうまくいってね。それで今はその会社の社長をしているよ。それも大企業のね。あんたの知らないところでヒロシは目いっぱい努力してきたんだから。そんなの証拠がなきゃ俺は信じないからな。だってヒロシが着てるスーツもそんなに高そうには見えないし、それに時計もデジタルだし。高い服や時計にはあまり興味がないんだよ。証拠なら名刺があるじゃない。それ見せてあげなよ。なんか嫌だな、自社の社員に名刺を渡すなんて。え、 お前今なんて言った。なあ、見せた方が早いよね。はい、これ俺が社長をやってる証拠。なんだよこれ、スケートソフト代表取締役社長だって。あんた自分が働いてる会社の社長の名前も知らなかったの。ほんと呆れた人ね。それなのに何がエリートよ。トリオは会社のページ調べたら、スケートソフトの社長の名前大平ひろしって。嘘だ。だってこの会社海外に本社があるんだぞ。ひろしが、俺が帰国子女だってこと忘れたわけじゃないだろ。英語は普通に話せるし、元から海外で働きたかったんだ。だから普段は海外で暮らしていて、今日は久しぶりに日本に帰ってきたんだよ。そんな、
じゃあ、ヒロシは俺の上司ってことなのか。まあ、一応そうなるのかな。悪かった。ヒロシさんが社長だなんて知らなかったです。それはまあ今はいいよ。そんなことより君たちが暴れたことでこの会場にかなり迷惑をかけてるけど、これはどう責任を取るつもりかな。みんな今日を楽しみにして同窓会に来たんだぞ。そんなことを言われましても。好きと、俺はもう帰るぞ。え、トリオ、ちょっと待ったよ。おい、どこに行くんだよ。まあいいじゃない、迷惑な奴らが自分からどっか行ったんだから。はぁ、それもそうだな。それじゃあみんな気を取り直して同窓会を楽しみましょう。その後、迷惑をかけた会場の方にはしっかりと謝罪し、懐かしい友人たちと楽しい時間を過ごしました。一方でトリオはというと、紹介解雇ってなんとかなりませんか。どうにかしてください、ヒロシさん。どうにかって、そもそも君の不正行為が原因じゃないか。それはおかしいと思ったんだよ。うちの会社、確かに給料はよそよりもいいけど、君のポジションであの年収はありえない。だから君のことを調べさせたら、いくつもの不正が見つかった。これは当然の処分だよ。この通りです。逃されば何でもするから見逃してください。ダメだ、警察沙汰にしなかっただけありがたく思え。一度頭を冷やして自分を見つめ直すんだな。ヒロシちゃん、ちょっと待ってくださいよ。という感じだったよ。まったく、ヒロシも大変ね。あんな奴が社員だったなんて。せっかく久しぶりに日本に帰ったのに、ずっと会社にいたもんね。まあ、これで彼と会うことはもう二度とないだろうね。ごちそうさま。さ、気を取り直して仕事に行ってこようかな。うん、気をつけて行ってらっしゃい。あ、リア、今日は早めに帰ってくるから、二人でディナーにでも行こうか。本当？楽しみにしてる。とびきりうまいレストラン予約しておくよ。それじゃあ、行ってきます。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。